こちらエディブルフラワーって言って、うん、食べれる花になるんですよ。今日のテーマはキッチンガーデン。植物を育てて、めでて、美味しくいただく。コロナ禍で人気の癒し空間作り。実は財布にも環境にもエコなんです。ああ、いい音。あ、美味しそう。豊かな瀬戸内海を未来につなげるという思いを込めて、サザエさん OHK 瀬戸内環境キャンペーン。リセット。ちょっと見てください、はい、苗とかのこれキットじゃないですか。わ、すげえ、全部ほんまや。でこれさ、よう見たら食べれるやつ多いな。だってこれとか見てよ、パクチー。ほんとだ、パクチー。これ枝豆。いや、ほんでめちゃくちゃあるよ。あれ見て、これ唐辛子。唐辛子を自分で育てられるんですか。多分そうじゃない。東急ハンズで今イチオシなのが、植物をお家で育てるキット。よく見ると育てた後食べられるものが多い。これ全部自分で育てるキットなんですか。そうですね、全部で約50種類ぐらい。50種類、はい。やっぱりコロナ禍で、まあ、お家から出られない方とかいらっしゃるので、まあ、自分の限られたスペースの中で楽しみたい方がすごい買われていかれたり。例えばこちらは枝豆を育てるキット。鉢にはすでに土が入っていて、種だけではなく肥料までセットになっている。そしてこちらはネギなどの薬味を育てるキット。カプセルには5種類の薬味のうちどれかが入っていて、それは開けてのお楽しみ。コロナ禍で増えている家での野菜作り、中でも注目なのがキッチンガーデン。皆さん、このワード聞いたことはありますか。教えてくれるのは園芸のホームセンターパラダイス。おー、いっぱいあるね。いっぱいあるよ。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。あのキッチンガーデンって、はい、ズバリどんなものなんですか。基本的には家庭菜園と同じなんですが、家庭菜園にプラスして、鑑賞する楽しみを、プラスした菜園ですね、はい。家庭菜園は収穫して食べることが主な目的だが、キッチンガーデンはそれに加えて鑑賞する、見て楽しむことも重要なポイントということで、とにかくおしゃれ。育てて実際にこう取って自分で食べるとなると、スーパーなどでは袋に包装されて売られてるじゃないですか、はい、そう比べたらすごく環境に優しいですよね。そうですね、資源も、ね、無駄にならないですし、はい、その意味でもお家で育てるのはこれからの時代にとても向いていると思います。鑑賞できて、食べられて、さらにエコなキッチンガーデンにいざ挑戦。まずは自分の育てたい苗を決めよう。ハーブとかバジルとかは、ねえ、私好きです。それ探しに行こうよ。藤本アナとほのかはハーブ系があるコーナーへ。これ種類がこんなにあるんですね。いや、知らなかった。こんなにレモンバームとかよく聞く。よくそう、あれですよね、水に入っててウォーターに、おしゃれなウォーターになってるよね。あ、カモミール。これおしゃれな紅茶になるんじゃない。おお。一方カジは、僕はね、正直もうすぐ食べれるやつ、もう目に見えてうわ食べれるやんっていうやつがええな。あ、いいです、ナスいきます。見てください、もうこれこの辺なってますいいですね、ナスいこう。これ見て、パセリなんかもう絶対やろ。完全に食に重きを置いた苗のチョイス。ネギ、これでこれで。ということで、
家事はピーマンや鷹の爪、空心菜などがっつり料理で使用できる野菜6種類をチョイス。藤本チームはハーブを中心とした可愛らしいラインナップで揃えた。川原さんによると、藤本チームの選び方にはある良いポイントが。例えばトマトとバジルのように、お互いが引き立て合う植物として仲のいい組み合わせを選ばれているのがとてもいい点だと思います。仲のいい相性のいい組み合わせをとコンパニオンプランツと言います。コンパニオンプランツ。藤本チームが選んだトマトとバジルは一緒に植えると相性がいいコンパニオンプランツ。植物が成長していく上で、お互いに助け合ったりだとか、あと分け合ったりだとかっていうので、例えば、トマトとバジルの場合は、水分ですね。必要な水分は吸収するし、そうでないものは相手に譲るので。おー、そんな賢いんですか。そうですね、はい、すげえ。植物にも相性があることを学んだところで、いよいよ鉢植え。用意するのは培養土と肥料、そして軽石の3点セット。まずプランターの底を2センチくらい軽石を敷き、こんなもんでいいですか。はいはいはい。続いて培養土を半分の1まで入れる。ここでこんなもん、はいはいはい、今日使うのが、うちのオリジナルなんですけど、有機肥料ですね。つぶつぶに固めてある自然由来の肥料です。そうですね、なるべく均等に肥料を振りかけ、はいはいはい、あ、いいね、よくなじませる。いい感じの手つきですね。やっぱ僕はどちらにせよ生まれはやっぱうどんの国なので、そうなんです、ね、うどんをこうね、こうこねるように、ね、こうやっぱり。この後さらに培養土を足したら実際に苗を植えていくのだが、この時置き方に重要なポイントが。苗が前後にちょうど並んでいると、株が成長した時にスペースを奪い合ってしまうので、実際に植える時には隙間隙間に植えていくイメージ。ジグザグ、はい、あ、そういうことなんや、はい、こういう風にならなあかんってことですか。苗が成長した時もスペースを奪い合わないようにジグザグに植えるのがポイント。こうして2組の個性が光るキッチンガーデンが完成。一緒に植える植物の相性、ジグザグに植えることなど、一つ一つの知識が植物の元気な成長につながる。ただここからがもっと楽しくなるからね。実がなってとか食べたりとか綺麗とかっていう、これが出てくるから、毎日朝起きて見るのがすごい楽しみになりそう、ね。自分が気に入った植物をめでて収穫も楽しむキッチンガーデン。実はそのキッチンガーデンにもってこいの SNS 映えが半端ないという植物が。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。すごく綺麗ですけど、はい、普通の花とそんなに変わりないように見えますよね。確かに、なんかね、見る感じは一見すべて普通の花に見えるが、実はこちらエディブルフラワーって言って食べれる花になるんですよ。なんでもうこちらに置いてる花は全部食べれます。全部、はい、全て全て食べれます。ね、よく刺身とかについてる菊の花なんかもエディブルフラワーの一種で、はあはあ、もうこれとかも品種は違うんですけど同じ食べれる花になります。エディブルフラワー、それは見て楽しめて食べることもできる、まさにキッチンガーデンにもってこいの花。この辺も例えば一般的なマリーゴールドって言うんですけど。マリーゴールド、はい、ね、よく聞きます、はい、そうですね、すごいいい匂いもして、うん、もうどうですかね、食べたらまあ美味しいっていう。美味しいっていうのが、
マリーゴールドって、うん、普通のお花のマリーゴールドとはまた違うんですか？そうですね、どういうんですかね、一緒なんですけど、まあ、育て方がちょっと違って、農薬をかけないだったり、そうか、体に入れるもんやから。そうですね、花屋などで売られている観賞用の花は農薬や薬剤が使われている可能性があるため食べられない。しかしエディブルフラワーは同じ種類の花でも食べるために栽培されているため農薬などを使わず育てられている。では早速実食。ちょっと開きかけぐらいがいいですかね、この辺。はい、はい、この辺のここの花首あたりから切っていただいて。ここ、はい、そうですね、ここですか。はい、その辺です。これも切っていいですか？はい、大丈夫です。切ります。はい、はい、カジさん、お花食べるのは？いやいや、このタイプで食べるの初めてかな。いや、そのサラダとかに入ってるのはそれあるけどさ。うん、カジ、摘みたてのマリーゴールドを初体験。いただきます。あのね、すごいね、食感がしっかりしますね。そうですね、シャキシャキっていうのがすごくある。爽やかハーブの味。へー。で、最後がちょっとこの苦みがある感じの。そうですね、ね、はい、なんかその多分サラダとかに入ってたらいいアクセントになるんだろうなっていう感じの。さらにこちらのナスタチウムは花も葉っぱも食べられるが、あるおなじみの味に似ているとか。結構もう激似ってことですか？そう、結構似てます。うわ、食べたらわかる。食べたらわかると思います。やってみる。やってみたい。あれこれどっちや、もう分かってんのか。辛い、ちょっと辛い。そういう、なんやろ。ちょっとでも分かっても言わんといてな。分かっても言わんといてな。ちょっと、いいよ。 OK です。せーの、大根。え、ちょっと待って。俺は大根って言いました。私も大根って言いました。なんて？胡椒。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あー、大根か。大根のちょっとあのね、ちょっとピリッとする時の辛さのに似てるかなっていう。果たしてナスタチウムは何の味に似ていると言われている？正解はわさびです。ちょっと待って、リセットファミリーバカチタかもしれない。どうしよう。これはその多分僕らがその、そもそも食べたことある味やんか。あ、だからその食べたことによって違和感はそこまでないね。あ、そうそう、そうですね。なんかその、あ、葉っぱ食べたっていう感じがない。全然ないですね、うんうん。キッチンガーデンにもう最適ですね。その見た目もいいし味もちゃんとしっかりしてるっていうのはこれもう最適な素材。そうですよ ね、お花を植えていて、うん、かわいいなあ、なんかちょっと辛いもの食べたいなと思ったらこう積んでわさびやみたいな。いろんな楽しみ方がありますね。そうですね、花によっていろんな味がありますんで、あの、楽しいと思います。砂田園芸ではエディブルフラワーを1鉢500円、1花10円で販売しているので、興味のある方はぜひ試してみては。さらにエディブルフラワーの映える楽しみ方がこちら。すげえ。こちらがエディブルフラワーのジュースです。すげえ。ちょっと、かわいい。こんなに綺麗で鮮やかで可愛いんですね。そうですね。すごい。待って待って、氷の中に花が入ってる。入ってるよね、これ。入ってますよね。完全に入ってるよね。かわいい。氷の中にエディブルフラワーを閉じ込めると可愛いドリンクが作れる。下は何だ？こんなに綺麗に色が出るもんなんですね。そうですね、あの、花そのものの色が、あの、ずっと残ってる形になります。ね、こんなん多分はもう綺麗な海の前で飲んでてさ、私もそれ思いました。これ最高やで。最高です。お酒飲まんでも酔えるで。マジで。その
今の時期にぴったりのエディブルフラワーの氷、それだけでなくクッキーやチョコレートに入れてもご覧の通り、一気におしゃれな仕上がりに。他に何かおすすめの調理法ありますよっていうのはあったりします？そうですね、天ぷらなんかすごい美味しいと思います。天ぷら、天ぷら、はい、天ぷら、はい、じゃあいよいよ教えてもらった天ぷらいきますか。いきましょう。行こうか。いよいよ食べられる花エディブルフラワーの天ぷらに挑戦。これはこう天ぷらこうがあるので、ここだけこう、はい、花びらの方だけ、そうそう花びらの方だけこうつけると、はい、いくよ。はい、お願いします。じゃあいきます。はい。すると、およそ1分で、はい、ちょっと見ますね。あ、おいしそう。パイシンどう？綺麗な花の天ぷらが完成。ふっくらもしてるし、ね、生地をまとって。容量を得た家事は、次々といろんな種類のエディブルフラワーを天ぷらに。わー、はい、おー、はい、おー、え、どんな感じ？いいんじゃない？そうして完成したのが、彩り豊かなエディブルフラワーの天ぷらそば。花の色は鮮やかに残ったままだが、一体どんなお味？いただきます。おいしい。いい。おいしい。あの、表現すると食感と一口目の味はナス。ああ、なるほど。あの柔らかい感じで。あ、なるほどね。柔らかいけど外側にあの衣をまとってちょっとカリッとする感じが、うんうん、もう本当にナスの天ぷらです。へえ。ここでいいよね。カジはジニアの天ぷらに挑戦。じゃあ、ここね。これもういけるんじゃん。あー、うん、あー、いいね。あの大人なうまさだ。後からほろ苦さが来てね。なんか天ぷらでみんなが食べたことあるので言うと、多分大葉の天ぷらみたいなイメージかな。あ、うん、花の種類によって味が全く異なるのもエディブルフラワー天ぷらの楽しみの一つ。これね、多分もう食べて美味しい、見て美味しい、あるし、それプラス例えばこれが本当に家族やったとしたら、みんなでワイワイ言いながら一から育てて、ほんで料理までできてっていう。確かにコミュニケーションの一つにもなりそうですよね。なる。地球にもやっぱり優しいやん。だってもうこれでなんかその買ってこなくていいから、自分の家で全て賄えるし。うわー、どれにしようかな。自分の家で植物を育て、目で、そして食べるキッチンガーデン。地球や自然の恵みを感じ、環境問題を家族で考える一つのきっかけになるかもしれない。うん。わあ、美味しそう。